はい、再びね、じゃあバーリアル2本目、今度はシェラカップで幕中、やっぱ泡立っちゃったしょうがない。はい、乾杯。なあ、夏場は炭酸系がうまいよね、うん、ああ、うめえ。ラジオ聞こうか。ラジオ。でも、ラジオだと時間わかるの、ラジオで。時計あんま見ないけどさ、ラジオ常に、仕事以外ラジオ聞いてるからさ。で、ラジオ番組、あ、この番組でこの今の時間はこの時間だなって。それぐらいラジオっ子なんだよ、僕。いつも聞いてるラジオの番組だ。時間を確認する感じで、ね。あ、このもうこんな時間だとか。ラジオっ子の基本だよ、これね。ラジオはテレビと違ってさ、結構ね、まあ、決まってっからさ、うん、テレビってさ、ね、いろいろね、あるからさ、うん、ラジオがあればテレビはいらない、ね、今ね、まあさ、FM で聞けっからさ、安上がりでいいよね、ほんと。あれ、こういった使用書を見るとさ、FM の方がさ、あれ、乾電池の消耗が長いんだもんね、あれね。なくなるの。だから、いいと思って、僕、ワイド FM。もうほとんど各局やってるもんね、ワイド FM 流してるもんね、あれ今ね。じゃあ、聞こうか。フキちゃん、ニコルちゃんだ、今。フキちゃん、ニコルちゃん。ああ。うまいね。ああ、うまい。なかなかいいよ、これ。起きちゃうけど、1本あればね、もうちゃんと設営しちゃえば、ね、そんな倒れないんだよね、これね。結構ね、これ狭いからちゃんと設営しちゃえばね、ペグで止めればね、ポール1本でも立っちゃうんだよね、もう起きちゃってもね、うん、でも一応つけとこうかな、あるからね、ポール1本です、もうちゃんとこのさ、もともとのテントをさ、ペグ下で四方ペグで止めて、ポール一本だったらね、一本が、ね、起きちゃってもね、そんな倒れることないからね、これ。こんなもんでいいよね。まあ一応ね、あるからね。いや、間のいいとこはさ、別にそんな生ぬるくなんないんだよ、これ。
これがいいんだよね。もともと気温がそう高くねえからさ、もう6月のこの時期でもね、気温はそうだよ、気温は、ね、そんな高くないよ、これね、うん、そんな高くないよ、この時見るとね、この6月の半ばだよね、まあ下旬だよかもうね、だけど、ね、温度これでもう16だからさ、16度しかないからさ、十分なんだよ、これちょうどいいんだ、ほんとね、カオルだったらね、カンカン暑いもんな、ほんと夏場で飲み物飲もうと思ったらちゃんとさ保冷を考えないといけないけどさね、山の分はそれがいいんだよ、ほんとね、それは安心だよ、ほんとね、気温が100メートルで 0.5 度下がるぐらいだから、だいたいね、でも山の分 1000メートル以上だったらそこそこの気温だからさ、ね、うん、でもそんな 生ぬるくなんねえからさ、山はね、山の天とかそれがいいんだ、飲み物持ってきてもさ、これはあんま頭入れなくてもあんま 生ぬるくなんねえんだから、反応ガラとかで夏場に飲もうと思ったらすぐね生ぬるくなっちゃうけど、やってらんないけどさ、山はさ大丈夫よ、もっと周りが気温低いからさ、うん、冷たいの飲めるしね、うん、いいね、もう昨日からずっと言って、このギアトップのこの程度気に入ってる山です、ちょうどいいよこれね、もうトレッキングポール2本でさ立つってこれね、ダブルだからさ、冬場でも使えそうだよなこれね、冬ダブルだからさ、あれ、ちょうど中で人間にたきとか飲み食いしちゃえばさ、人間いればさ、ね、温度差でケツルダブルになるんだけどさ、ダブルのそれも大丈夫や、あれ、シングルのシェルターはさ、ね、すごいもんね、あれ、人がいれば、そのケツルがすごくてさ、風が吹いたらそのケツルの凍ったのがさ、中に起きて、雪のように起きて、ちょっと辛い、それで、ね、でも、ダブルなんでさ、全部これ、その替えだから、そそのフライの方が起きるからさ、これいいよ、ほんとね。うん、その点安心だわな、結論の方でやっぱね。うん、まあ、登山だからね、形状化する分で、ね、ポールはさ、制御なくていいと思うんだ、あれ。登山に使っているポールを、トレッキングポール使えればさ。うん、まあ、難点はこれ。トレッキングポール立てるタイプなんで、インナーポールでさ、あれ、ドームがすればさ、技術するからさ、ゴミを出すときね、あれ、払うけどさ、これ、それできないんだよね、技術しないから、あれ。だからゴミ出すときね、細かいほうきとかあるといいよ、これで、ね、だから。中履くとき。どうしてもあれね、ドーム型はさ、技術するドーム型だったらさ、空の状態だったらさ、振り回せば中のゴミ下に落ちるけど、それできないから、これ。ね。それまあそんぐらいだからね、それだから、でも山で使うのいい、これいい、これ白さだって2メートル以上あるから、頭で僕身長158センチだからさ、2メートルあればまあ頭の方とかにさ荷物置けるからね、うん、180ぐらいだったら辛いかもしんないね、あんま置くスペースないから、もう身長158センチなんで、もう2、30センチは余裕であるから、そこで荷物置けるんで、あーでもこれちょうどいいな、この角度、うん、今前これ良かった。これで8000円ぐらいか、8000円。フライだけとかさ、インナーだけだったら安いけどさ、これ全部セットフルで買ったんで8000円ぐらい。でも1万しないからね、1万しないんだっていいかなと思った、これ。うん。こ
これいいね、うん、コンパクトでね、うん、ペグもちゃんとあるしね、うん、今年の夏は奥田ね、高菜、あれ七つも8月なら、もう7月中に七つ石小屋ね、再開するんで、8月の盆休みは行けると思うんで、8月は七つ石で一泊してお盆休みね、で次の日ね、雲取山荘で一泊で下山でいいかなね。小屋泊するとこはさ、あれ飲み物なんだ、あれ無菌じゃないからさ、一応体でさ500円も出せば買えるからさ、あれいいよ、ほんとね、ね、ほんと小屋泊はね、こういったさ高菜の品子山みたいに無菌とこはさ、そんなもんねえからさ、全部飲みたいもん自分で稼いでこなきゃいけねえけどさ有料の有菌とこだったらさ、金出せばさ、まあ1本500円もあれば参考が買えるもんね、あれね、あれ嬉しいね、あれね、うん、担いでこなくて飲めるんだもんな、あれ嬉しい、うん、ね、無料の無菌ところはさね、無料というだけだから、全部もうやりたいことだったら全部自分で担いでこなきゃいけないんで、でなんかする場合はね、ああいった普通のいわゆる小屋のテント場を使うのもね、そうすればね、飲み食いする息子で帰るからさ、余裕が出るね、自分に。ああ、500もこれでおしまいだ。ああ、500も空いたんで、ちょっとね、帰りの外に、ちょっと、全室に放っとこうかな。空き缶は全室に置いておきます。これでもう500本だ。まあ ここまで来るのにだって結構代謝してっから喉乾いてるんでね、早いよなんね、スペースはね。ああ、お二間駅から歩いてきたからここまで来るのにな、結構ね代謝してるから、カラカラだからな。かわいいね、藤田ニコルちゃん、あの子22、3でしょ、あの子ね、かわいいね、若い子はみんなかわいいね、若いというだけでほんとかわいいよ、ほんとね、みんな年取ったら辛いからね、みんなね、特に女性はさ ねあるって 年食うとさ、更年期とかいろいろあるからな、ね、大変なんだよな、何かやで。ああいいね、これいいよ、これほんとギザートップのコンテンツ最高、トレッキングポールでやって三角状になってね、うん、今これまあ寒くなればそれね、あれ外の膜を閉めるけどね、まだねその方じゃないんで、ああうまい、最高、散々歩いてテント場来て、こうやって一杯飲む、これが楽しいんだよね、やめらんないよね、だから日中続けて来てますんで、奥多摩小屋、ほんと奥多摩小屋の川、奥多摩小屋もう去年にね、去年の3月で終わっちゃったからさ、そう、去年の3月前までは奥多摩小屋の上こんな風にやってたんだよね、あれ。あったからね。もうないからしょうがないんだ。ね、僕の足だと一日ではね、ちょっとね、雲取山荘までちょっと無理なんだ、あれ。行けてもね、もうすでに満員だからさ、雲取山荘いい具合に選択するにはね、七つ石で一泊して翌朝、7時とか8時から出ればね、もう知るぐらいに行けちゃうからさ、雲取山荘、ね。僕、ちょっと、とろいからさ、その日のうちに、
雲取山荘に早い時間にちょっと行くの無理なんで、2泊する場合ね、1泊目7水市にして、それで翌朝歩いて行けばもう超いい感じ。昼前、昼ぐらいにはさ、昼前とかにはさ、行っちゃうんでちょうどいいんだ、あれね。ほんと普通に、町屋から普通に電車乗ってきたらさ、雲取山荘の頃にはさ、3時とか4時だからね。その時間すでにもういっぱいだからさ、場所はそれ残ってないんだよね。だから、ね、うん。奥多摩小屋はまだ手前でよかったんだよね。でも奥多摩は今ないからね。雲取山荘行く場合は、200以上できる時ね。ね、お盆休みとか長い時休みある時。その時、雲取山荘。奈良追試で一泊して次の日、そっから歩き出せば十分、いい頃合いに、雲取山荘行けるんで。あ、もう充電完了したんだ。耳タブか、あれスマホアプリがさ、電波ないと山に入んないからさ。かわいいね、この子ね、フリタニコルって子ね、かわいい、うん、若い子はみんなかわいいよ、ほんと、うん、若い子はみんなまだペット。クモメだけ聞いてるだけでさ、ね、なんか、ね、いいね、女の子がかわいい。ああ、もうこれで500飲んじゃった。あっという間だ。さて、じゃあ、これでつまみ食おうか。つまみ食おうか、つまみ。つまみはね、つまみはね、これもね、トップバリューだ。トップバリュー、これ安いの、これ。これって88年ぐらいか、これ。トップバリューのベビーチーズ。4つ入って、まあ90円ぐらい。これもうまいんだよね、これね、ベビーチーズ。ベビーチーズ。あ、これ持ってきてもらったっけ、待って。あ、長ネギ、あったらよかった。長ネギは忘れなかった。長ネギ炒めよう。長ネギ。あとね、あとポークのあれ、ライトはこれ、ね、手前にあるのが、うん、これヘッドライトとテントです。そしたらこの1個やっぱこれ強いでね、これね、これ1個、これ1個消すと1個消すと、真っ暗だけど、これ1個作ると全然違うね、これ1個で十分だな、ほんとに。これで100円の炭酸1個で、炭酸乾電池1個で、これだから、まあ、一晩はまず炭酸で一個で。一晩。でも次のキャンプ行くとやっぱね、やっぱすぐ終わっちゃうね。8時だ。8時になります。8時です。うん。ミシャか。ミシャか。近くのミシャ。ミシャって音楽系だから。ミシャいい。NHK 行こう。NHK。
ナックファイブだ。ナックファイブした。ナックファイブ。ミーシャでもいいわ、ミーシャで。ミーシャつまんないけど、しょうがない。ミーシャつまんないんだ、ミーシャ。ミーシャ、ミーシャつまんないんだ、ミーシャ。TBS の土曜日やってミーシャつまんない。ミーシャつまんないから、ミーシャは聞かない。NHK。まあ、ナックファイブでいいか。まあ、やっぱ奥様だから、サイドがよく入んだよな、場所が。そう、痛みもやろう。ねえ、痛む。次に今日はこれを使おうか。これだ。野崎のランチョンビート、これで長ネギ炒めよう。野崎のランチョンビートと、長ネギの炒め物でやろう。豚肉の缶詰ね、これ。ランチョンビートっていうのは豚肉の缶詰。見るかな？これ。と、長ネギ。長ネギも1本分家で、もう洗って袋に入れて、これはここも切って。じゃあ行こうか。いい感じね。慣れたね。ない長ネギを切るからさ、クッカーまスノーピーク。
か。炒め物だからフライパンだからな。トレックの一番でかい1400のやつでやろうかな。これフライパン代わりにして炒めよう。ガスバーナーはね、これ。トラック700の中にあるんだよね。アミカスね、アミカス。お手頃アミカスってやつだ。コンパクトでいいよね。ちょっと炒めるのに十分だ、これで。まだちょこっとあるね。炒めるぐらいは足りると思います。で、安定するようにね、これね、足下びられたら。これで、食べよう。長ネギ全部使っちゃおう。まず切る。ああ、チーズをこのまま食えそうね、これね。うまそう。ちょっと一個しちゃうわ、チーズ。明太チーズ。これはベビーチーズこのままでもいいからよ。まあ、で最後の一歩、最後の一歩。もうこれ3本持ってくるんだ。山なのに500の3を3本数えてきた。そりゃ重いわな、これ。これだけでも 1.5 だもんな、これ3本だけでも。でも飲まず飲めたいから数えてくるんだもんはね、うん、まあやっぱチーズいいよね。チーズつまみに
一本飲むからちょっと置いといて、置いといて一個食ってる間にちょっと安定すると思うんだけど、もう一個明太子風味、明太子風味、うまいね、これ。うん、うまい、うまい、で、うまい。おお、いいな。こんな感じがいい感じだな。うまいじゃないか。やっぱチーズとは合うよな、酒はな。やっぱテントでこれが楽しくても辛いとのできるんだよ、これ。テント君の場合、テント君はさ、あれ。ここまで来んのにさ、ほんと重たいよ、ほんと。辛いよ、ほんと。辛いけど。これで、このくつろぎ感のために、我慢できて歩いてこれんだよ、ほんと。はい、乾杯。